こんにちは、野です。今回はモスクワ・キエフスキー駅発の近郊電車とユニクロについてお伝えしますなおややこしいですがモスクワ・キエフ駅と略します仕事に疲れたので午後から散歩に出かけました昨日のテーマの続きものとしてモスクワ・キエフ駅に行ってみました隣には大型のショッピングモールがあり大変にぎやかな場所でした モールは写真の奥に見える丸屋根の建物です。ヨーロッパという名称です。早速、モスクワ・キエフ駅の近郊電車乗り場に向かいます。が、残念。運賃票がありませんでした。代わりに路線図、そしてここから近郊線でありながら発着しているカルーガとを結ぶ、急行、の時刻表をゲットしました。まずは路線図です。奈良あたりまでの分。次にカルーガまでの分です。 途中、マロヤロスラベツなんてことの名が出てきて、感動しました。また、右下の分岐の先にはアレクシンがありますよ。古い有名な街が多い。さらに、モスクワカルーガ館には、近郊タイプの急行が走っているんですね。ちなみに値段はわかりません。でも、運賃にプラスなんだろうな。また、昨日は取り忘れたので、切符の自動販売機と画面を撮ってきました。 タッチパネルで行き先を選ぶという形式ですね。左上からスタートして右に、順番に各駅分のボタンがあります。入りきらない分は、次のページ、ボタンで移動です。最後に駅構内の見取り図です。ブヌコボ空港行きのアイロエクスプレスはここが発着なんですね。ついでに、ここのショッピングモールにはユニクロが入っています。雰囲気は日本と全く同じでした。 安い T シャツで499ルーブリ。今着ているものがボロくなったら買いに来ます。ご視聴ありがとうございました。どなたかのお役に立てれば幸いです。なお、キエフ駅発の長距離列車、近郊電車についての詳細はこちらをご覧ください。